エゼクレイン。バルディールか。久しいな。何の用だ。用がなければ話しかけてはいけないか。冷たいものだな。もっとも、お前は村長の娘に指導するほどの占いの腕前だ。俺の相手など忙しくてできんか。バルディール、一つ忠告しておいてやる。お前の欠点は紫髄章との官能の適性を持たないことではない。それを理由にそうやって卑屈になることだ。時間を浪費している余裕があるなら、その間に自分ができることを探すんだな。やれやれだ。夢か。バルディール、珍しい奴のことを夢に見たものだな。村での争いで奴も命を落としたようだったが、今さら何を言おうと役体もない。正面に見える島がシャローム島か？ああ、間違いない。結構でっけえ島なんだな。資源の大水晶を探すのもちょっと手間がかかるかもしれねえな。魔物さんにも気をつけないと。サリーちゃん、そばを離れないでくださいね。あ、はい、気をつけます。おじさま、資源の大水晶のありかを占ってみたらどうでしょう。おじさまだったらすぐに大水晶も見つけられるかもしれないですよね。確かにな。鎖の兄ちゃんの占いはすっげえよく当たるもんな。自分がやると言い出すかと思ったが。そのまだ自信がなくて。サリーちゃんもエゼクレインさんと同じで紫髄章の占いができるんですか？はい、おじさまに教えていただいて一応できるはずなんですけど。数をこなさなければできるようにはならん。やってみせろ。はい、頑張ります。集中集中。すべては紫髄章の導きのままに。こっち？あれ？サリーちゃんのことを指してるみたいですね。どうして？おじさま、貸してみろ。すべては紫髄章の導きのままに。おお、鎖が動いて。ってまたサリーのこと指してねえか？なんで？おじさまが占いに失敗するとは思えないし。でも僕、資源の大水晶がどこにあるかなんてわからないです。その資源の大水晶のせいか。ん？どういうことだよ。すべての紫髄晶の大元である資源の大水晶に何かがあったせいで、正常に占いの結果が出んのかもしれん。
んですか？僕たちが占いに使う紫水晶は大水晶から生まれるものなんです。だから大水晶に何かあると紫水晶に影響が出ることがあるらしいです。滅多にないことではある。しかし村から資源の大水晶が奪われている今の状況こそが滅多にないことですしね。とにかく占えないなら仕方ね。地道に歩いて資源の大水晶を見つけ出そうぜな。はい、そうですよね。今は考えてても仕方ないですもんね。まずはあっちに見えているお城を目指してみませんか？城か。この島に人が住んでいるのか。まあ行くだけ行ってみようぜ。人がいれば話を聞けるしさ。うん？今そこの茂みが。この勝利あなたに捧げましょう。はあ、びっくりした。皆さんお怪我はないですか？ルリアさん、どこか痛いとか。あ、すみません、サリーちゃん、大丈夫です。ただ、さっきの魔物さん、なんというか変な感じだったなと思って。変ですか？なんというか、お酒に酔っ払ったみたいな。魔物さんってお酒飲みますかね？知らん。だが動きがおかしかったのは事実だ。あれでは自分の力で自分が傷つくだろう。魔物さんに何かあったんでしょうか？さあな、同情したところで話も通じん。邪魔をするのなら倒すしかあるまい。それでは泳ぐといたしましょう。ふわ、逃げていってくれましたね。また魔物か。ち、待ってください。魔物さんが喋った。喋ります。ここシャローム島の魔物はほとんどが喋れますよ。そんなの聞いたことねえぞ。これは驚いたな。そういえばB が喋るのはどういう理屈だ？あれ、でもさっきの魔物さんは。今ちょっとおかしなことになっていて、仲間が何かしたなら謝ります。だから武器をしまってください。この島の魔物はみんな戦うのが嫌いなんです。戦うのが嫌い。
この島にいる者たちを信用することは今はできない。